高マジック34。ロッテソフトバンク18回戦、ソフトバンクがロッテに6対3で勝利。ホークス勝った場合、またカード勝ち越した。マジック34。松本最近9回でも安定してきたな。栗原は居残り練習や。石川で佐々木に勝つとか素晴らしすぎ。石川勝ち当たり合った。このマッチアップで勝つとはね。体感6点くらい取られてる感覚やわ。2勝いっぱい繰り返してたらええな。ロッテ負けました。うん、乾杯。層の厚さが全然違う。同期と石川の差でしたね。ヤシは頑張った試合だと思う。いいクラスに近づいた。ソフトバンク先発石川5回無失点。石川ようやった。石川まだ余裕ありそうだったけどな。石川来週も頼むで。ソフトバンクリリーフ長谷川0回1失点。長谷川じゃまだまだか。長谷川通用してない。長谷川が使われない理由が分かったわ。ソフトバンク松本セーブ。ナイスマッツン。安定のマッツン。マッツンなれできたかな。ロッテ先発佐々木5回3失点。今日のルーキーは悪かったな。ボコボコ打たれてるロッキー。今日使いづらすぎるだろ。ロッテリリーフ沢村1回2失点。沢村頼りないわ。沢村今年限りだな。沢村さん何やってんのさ。ソフトバンク打撃成績。牧原先生2点タイムリー。よう打った牧原。牧原が得点圏2割台復帰。柳町タイムリー。柳町の得意はサボテボテヒット。ナイスタツル。山川ホームラン。山川20号すごいな。山川信じてたよ。まさきホームラン。最高だわまさき。まさきの弾道すごかった。栗原ホームラン。栗原さすが主力。栗原なんだかんだ活躍してる。ロッテ打撃成績。ポランコタイムリー。ポランコいいね。全力で走るグラちゃんナイス。藤岡タイムリー。藤岡ええやん。藤岡ナイス。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。